ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ドイツ軍の侵攻によって第二次世界大戦最大の被害が出たと言われるバルバロッサ作戦と、過酷な扱いを受けた女性たちのお話だ。ドイツ軍がどこを攻めたの？お相手はヨシフ・スターリンが治めるソ連で、この作戦によっていわゆる独ソ戦が始まったんだ。歴史上のどの戦役よりも多くの戦力が投入されたと言われていて、それに比例してソ連側の被害も甚大なものとなった。まさに史上最大の作戦だったのね。しかもこのバルバロッサ作戦では、兵士だけじゃなくて一般人も被害を被る羽目になったんだ。仮にも軍隊なのに、一般人に被害を与えるなんて、このしくじり作戦の犠牲となって、ソ連に暮らしていたというだけの理由で非人道的な扱いを受けた一般人、特に女性たちの末路を最後まで見ていってくれ。それでは行くぜ。1941年6月22日に始まったドイツ軍によるソ連侵攻は、バルバロッサ作戦という作戦名で知られているぜ。ご大層な名前だわ。この作戦名は、赤ひげ王と呼ばれた12世紀の神聖ローマ皇帝でドイツ国王、フリードリヒ・バルバロッサにちなんでいるんだ。伝説的な人物で民間伝承によれば現在もまだ眠り続けていて、ドイツに危機が訪れると再び目覚めると言われているんだぜ。10世紀近くコールドスリープしてることになるわね。第3回十字軍総司令官として活躍して、ボヘミアとハンガリーに神聖ローマ帝国の影響を拡大したという実績があるため、大祖先にふさわしい名前だと判断されたようだ。かつてソ連のあたりに侵攻した王様にあやかったってこと？そういうことだろうな。バルバロッサ作戦は史上最大の戦争とも言われていて、動員された軍隊は兵士350万人、戦車3600台、飛行機2万7000機、大砲1万7000門、そして馬75万頭とあまりにも大規模だったぜ。想像もできない規模感だわ。任務はソビエト連邦の領土内に侵入して破壊し、油田を奪取すること。だが作戦は予想通りに進まず、元は3ヶ月間の短い作戦の想定だったが、結局泥沼化していくことになるぜ。最初は素早い作戦進行を目指していたのね。そうだな。しかもヒトラーの指令は殲滅戦だったため、ドイツ兵にはあらゆる種類の凶悪な犯罪を犯す自由を与えられていたんだ。これについては後で紹介するんだぜ。わかったわ。さて、このバルバロッサ作戦というのは、ソ連西部を征服してドイツ人のための土地を得るという、ナチスドイツの国家戦略を実行に移すものだったんだ。どういうこと？この戦争で征服した人々の一部を枢軸国の戦力として強制労働させ、コーカサスの石油資源とソ連領の農業資源を奪う。そしてゆくゆくはスラブ民族の絶滅と奴隷化、ゲルマン化、シベリアへの大量追放などを使って、ドイツのためにより多くの生存権を作り出そうとしていたんだよ。ソ連の土地だけ取り上げてそこに住んでる人は絶滅させようとしてたってこと？常軌を逸してるとしか言えないわ。ところがヒトラーは大真面目に言ってたんだぜ。言ってることはほとんど狂人の域ね。そんなヒトラーがいつからソ連侵攻を考えたかについてだが、有力な説は2つあって、一つは自著和が闘争の主張を元にしたという説、もう一つは場当たり的に決められたという説だ。二つ目だったら嫌すぎるわよ。一つ目から行こう。我が闘争では、ドイツ民族はより広い生存権を必要としていて、それを東方に求めることを謳っている。ヒトラーはスラブ人を劣等人種とみなしていて、東ヨーロッパの広大な土地から彼らを放逐して、そこにドイツ人の植民地を築くという計画を立てていたんだ。人を雑草か何かと勘違いしてない？そんなヒトラー率いるドイツは、1939年ポーランド侵攻の直前にソ連と独ソ不可侵条約を締結。もちろん彼にとってこの条約は一時的な保険に過ぎず、フランス侵攻が終わるとソ連への攻撃を開始したぜ。いわゆる独ソ戦の始まりね。ドイツ軍首脳部はこの計画に懸念を表明したが、ヒトラーは側近の助言を退けて、土台の腐った納屋は入り口を一蹴りするだけで倒壊すると豪語していたんだ。側近には反対されてたの？ああ。だがポーランドとフランスでの成功経験や、はるかに弱小なはずのフィンランド軍相手に、ソ連赤軍がようやく勝利したという事実を見て、ヒトラーは勝利を確信していたんだ。一応根拠はあって作戦開始したってことか。さて、ドイツ軍は国境に300万の兵力を集結させる。そのうち北方軍集団は、バルト海沿岸にソイキューバルト三国を経由して北ロシアへ侵入し、レニングラードの占領もしくは破壊が目標。中央軍集団は現在のベラルーシを通りロシアの中西部を進軍し、モスクワへの直接攻撃が目標。南方軍集団はソ連最大の穀倉地帯であり、一大工業地帯でもある人口密度の高いウクライナ地域を攻撃。キエフを攻略し、南ロシアの草原を抜けて東方のボルガ川まで進軍するように計画を整えたぜ。広大な領土を攻めるために入念に作戦を立てたおかげで、最初のうちは快進撃が可能になったわけか。そういうことだ。
だがソ連は、主要軍備の保有量と工業生産力においてドイツを上回っていたし、戦車も航空機も最新鋭のものはドイツの兵器に匹敵、もしくはそれを凌駕する性能を誇っていたんだ。特に中戦車や重戦車は、類するものを持たないドイツ戦車を圧倒していたぜ。そんなソ連軍を圧倒するなんてどうやったのかしら。というのも最新鋭の装備はそこまで多いわけじゃなく、特に航空機は枢軸軍の兵器と比較するとはるかに時代遅れだったんだ。しかもソ連の独裁者ヨシフ・スターリンは、1930年代後半に反対派の大粛清を強行して、経験豊富で有能な陸軍指導部を含む何百万もの人々を処刑していたため、軍は弱体化、指揮官不足といった事態まで起きていたぜ。あらら、自業自得ってやつね。作戦中枢軸国の人員380万人以上は、戦史上最大の部隊としてソ連西部に侵攻し、60万台の自動車と60万頭以上の馬が非戦闘任務に従事していたという。この作戦によって東部戦線が開かれ、歴史上のどの戦役よりも多くの戦力が投入されることになるんだぜ。まさに第二次世界大戦のピークの一つだわ。この作戦によって、ドイツ軍は最終的に約500万人ものソ連赤軍兵士を捕らえることになった。ナチスはドイツの食料不足を解消し、飢餓によってスラブ系住民を絶滅させるための飢餓計画として、330万人のソ連人捕虜と膨大な数の民間人を、意図的に飢えさせたり命を奪ったりしたんだ。どう考えても勝手すぎる計画なのよね。次に、そんなバルバロッサ作戦の残酷な側面を紹介するために、とある軍人について解説することにしよう。どんな人かしら？ヘルマン・フェイゲラインという人物で、1906年に生まれ、南ドイツの名門ミュンヘン大学卒業後に入隊して、第17バイエルン兵連隊に配属されている。3年間の軍務の後バイエルン州警察に幹部候補生として就職するが、当時から異様に上昇志向が強く同僚からも一目置かれていたらしい。すでに大物の片鱗を見せてたのね。だがフェイゲラインにはある欠点があったんだ。どんな欠点なの？彼にはモラルが欠けていたんだよ。すでにヤバい奴の匂い。例えば、1929年に警察内の試験を突破するために、警察事務所から試験問題を盗み出そうと試みたが、すぐに発覚して警察をクビになっているぜ。アホすぎない？行き場をなくしたフェイゲラインは、ナチス幹部を頼りに1930年にナチスに入党し、翌年にはヒトラーの親衛隊に入隊したんだ。ナチスってそういう奴らの受け皿だったのかしら？そういう部分もあったのかもな。さて、1941年6月にドイツ軍はソ連への侵攻を開始、フェイゲラインも作戦に参加しているぜ。これがつまりバルバロッサ作戦ね。ああ。とはいえドイツ軍の機械化はかなり発展していたため、もはやフェイゲラインが指揮する騎兵部隊ではトラックや戦車を中心とする部隊の、進軍速度に追いつけなくなっていたらしい。そういうことなら活躍できそうにないわ。だがフェイゲラインは一切気落ちすることなく、逆に戦果を偽装することで活躍ぶりを強調したんだ。ナチュラルに偽装するのやめてもらえる？これによって他の騎兵部隊が戦果を出せない中で、フェイゲライン自身が第一級鉄十字勲章を受章するほどの評価を受けたんだぜ。抜け抜けとよくもやってくれたもんだわ。そんなフェイゲラインはヒムラーからの命令を受け、特殊作戦に参加するためにベラルーシ地方に向かうが、そこで占領地のヒドイツ人を殲滅する計画と、その第一段階としてパルチザンと、パルチザンの協力者であるユダヤ人の一掃作戦を任されることになったんだ。一掃作戦って、汚れ仕事にも程があるわよ。出世に貪欲なフェイゲラインはこの作戦への参加を了承。あまりにも多くのソ連の人々をその手にかけていくことになるんだぜ。怖すぎる。作戦が始まるとフェイゲラインはヒムラーの期待通り、パルチザン及びその協力者とみなした人々を容赦なく処刑していく。しかも戦果を水増しするために、無関係の人々も軒並みパルチザンに認定したんだ。えげつないわねこいつ。そのためフェイゲラインが処刑したパルチザンの銃器所有率はわずか 6% しかなくて、これはパルチザンに銃器が不足していたことを考えても異様に低かったんだぜ。それって銃も持ってない一般人をパルチザンだって偽って処刑してたってことよね？そうだな。そして報告を受け取ったヒムラーはこの結果に憤慨したんだ。そりゃそんだけ不要な犠牲者を出しちゃったら。いやいや、そうじゃないぜ。どういうこと？ヒムラーは民間人に被害者が出たことじゃなくて、むしろ処刑数が想定より少なかったことや、女性と子供がパルチザンの疑いから外されていたことに憤慨したんだぜ。そっち。むしろ民間人の被害なんて一切気にしていなかったらしいしな。ナチスって上に行くほど異常者になる組織なの？ともかくヒムラーから指摘を受けたフェイゲラインは、処刑対象をそれまでの14歳以上の青年男性に加えて、ユダヤ人の子供と女性にも拡大する。その結果、ユダヤ人男性は発見次第即時処刑して、女性や子供にも容赦しなかったんだ。
女性と子供は何をされたの？底なし沼が点在するプリケチ湖沼地帯に追い込まれたんだが、多くの池は足がつく程度の深さしかなかったため、結局一斉射撃で処刑されてしまったんだぜ。最悪の結末。フェイゲラインは数ヶ月で、1万4000人を処刑したと言われているが、そのうち9割はユダヤ人だったんだ。この結果に満足したヒムラーは、後にフェイゲラインが横領で裁判にかけられた際に、圧力で裁判を中止させるなどの助力をしているぜ。ヒムラーもよっぽどご満悦だったのね。さて、バルバロッサ作戦で民間人に対して行われた非人道的行為はあまりにも多いが、いくつか紹介していこう。聞くのが怖いわ。ドイツ軍が1941年6月22日に侵攻した時には、誰もこんな大量虐殺を予測していなかったが、結果的にドイツ軍は処刑と虐殺によって、100万人以上のソ連在住のユダヤ人を含む一般人が犠牲になったんだ。普通に100万人いっちゃってるのよねー。また、様々な村を進軍しながら、女性に対して多くの暴行を行っているぜ。多くの女性は暴行を受けた後に処刑され、残った者たちは一斉検挙されてドイツ軍の売春宿に移送されたんだ。売春宿ではさらに多くの暴行が行われたのは言うまでもないよな。恐ろしい話だわ。こういう証言も残っているぜ。スモレンスク市では、ドイツ軍司令部がホテルの一つに商工用の売春宿を開設し、そこに何百人もの女性や少女が追い込まれ、容赦なく通りから腕や髪の毛を引きずり込まれた。治安が悪いにも程があるわよ。しかもさらなる屈辱を与える目的で、一部の女性は腕にヒトラーの売春婦と書かれた烙印を押されたんだ。彼女たちは毎日何十人もの男性と寝ることを強要されたぜ。その境遇に耐えられず、苦しみから逃れるために命を絶つ者も多かったそうだ。誰も責められないわ。いつも思うけど、軍法会議みたいなやつはなかったのかしら。もちろんあっただろうし、実際こうした暴行は西部戦線では厳しく罰せられていたんだ。西部戦線って言うと、西ヨーロッパの方ね。ああ、そちらでは、ドイツ軍の将校たちが厳格な規律に従っていたからな。だが、一方の東部戦線ではこうした犯罪はほとんど気づかれず、気づかれたとしても兵士の能力に影響を与えない限り容認されていたんだよ。通常は指揮官が口頭で違反者を叱責して、終わったら部隊に戻すために解放するだけで十分とされていたぜ。場所によってそんなにも違うなんて。東部戦線の恐ろしさはこれだけじゃなくて、ドイツ軍の中には積極的に一般人を捕らえる部隊すらいたんだ。何それ？ヒトラーによって兵士たちに与えられた違法な命令の一つとして、政治犯とみなされたすべての捕虜を、アインザッツグルッペンに引き渡して処刑することがあったんだよ。なんなのその変な名前の部隊は？アインザッツグルッペンは、ドイツ軍の前線の後方で敵性分子とされた人々、特にユダヤ人を処分するための部隊だったんだ。日本語だと行動部隊とか特別行動部隊、移動虐殺部隊などと呼ばれたりするぞ。移動虐殺部隊って身も蓋もない名前。とはいえ、こうした捕虜はドイツ軍によってその場で撃たれることも多かったと言われているぜ。無法の極みだわ。この部隊はドイツ軍の進軍に続いて、地域や村の民間人を一斉に検挙していったんだ。捕らえられた者たちは、郊外に大きな穴を掘ることを強制され、なんとその穴の縁で銃撃を受けたぜ。ドイツ軍将校たちは穴の中に入ってとどめの一撃を加えたんだ。自分たちで掘った穴に葬られるなんて、ドイツ側の将兵による具体的な指揮も残されているぜ。ドイツ国防軍はすでに墓を掘っていた。子供たちはトラクターで連れてこられた。ウクライナ人たちは震えながら周りに立っていた。子供たちはトラクターから降ろされた。彼らは墓の端に並ばされ、墓の中に落ちるように撃たれた。泣き叫ぶ声は筆舌に尽くしがたいものだった。私は生涯その光景を忘れないだろう。言葉が出ないわ。また、レジスタンスに関与した女性も処刑の対象となったぜ。女性たちも反乱軍として戦っていたのね。もともとソ連赤軍は男性と同じ立場で女性を受け入れていたから。ドイツ軍と戦ったり破壊工作を行ったりするために女性が従軍していたんだ。だが、厄介なことにドイツ軍には女性兵士を捕虜にしないという方針があったんだよ。捕虜にしないならどうなるの？まさか、そのまさかだぜ。女性兵士たちは、捕まると即座に処刑されたんだ。ヒトラーは、女性を軍隊で使うことを野蛮なことだとみなしていたからな。どれだけの犠牲者が出たのか考えるのも恐ろしいわね。ちなみにソ連軍で活躍した女性兵士についての動画もあるから、気になる人は概要欄からチェックしてくれ。わかったわ。さて、実際のところバルバロッサ作戦中のドイツ軍による最終的な犠牲者の数はよくわかっていないんだ。それどころかドイツ軍は、暴行被害に遭った女性の正式な記録すら保管していなかったんだぜ。マジで言ってるの？本当に無法だわ。この種の情報が連合国の手に渡れば、後に自分たちに不利になるとわかっていたからな。
いずれにせよ、何十万人ものソ連の女性が何らかの被害を受けたと考えられているぜ。そしてこうした犯罪行為に対する怒りは、後にソ連赤軍がドイツへ侵攻した時に、同じ行為によって復讐を求めるという結果をもたらすことになるんだよ。まさに復讐の連鎖ね。ソ連がドイツを占領した時に起きた出来事については別の動画で扱っているから、興味がある人は概要欄からチェックしてくれよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。